はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、雨の日絶対崩れないまとめ紙をご紹介します。雨の日ってもう大体の方ってまとめ紙一択っていう風にね、やってる方も多いと思います。なんですけど、まとめ紙をしてね、外に出かけた時に毛羽立ちだったりとかパサつきが出て悩んでる方も結構多いかと思います。今回は雨の日で綺麗にまとまって1日キープできる方法をご紹介します。で、今回のポイントは2つあって、まずはねじらないでいかに綺麗な面を作ってまとめるかっていうのがポイントと、あとはスタイリング剤をしっかりとつける。今回はね、バームとヘアスプレーをちょっと使ってやっていきますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずヘアバームをつけていきます。最初に結構髪の毛をまとめるのが肝心なので、ね、毛羽立ちがあるところだったりとか乾燥しているところにしっかりとつけてください。次にブラシで溶かしていきます。ブラシで溶かすことによってバームが髪の毛全体に行き渡ってまとまりやすくなります。で、次に髪の毛全体をまとめていきます。大体まとめる位置は、まあ、耳よりも気持ち下ぐらいでまとめてもらえたら OK です。で、ここでゴムで結んでいきます。2周で3周目で輪っかにしてお団子にしていきます。で、この時に毛先をこう下に向けて、で、内側の部分からこう外にこう毛先が流れるように、こう入れて毛先が外に流れるようにしていきます。で、この時にしっかりと髪の毛の面を綺麗になるように結んでいきます。ここでぐちゃぐちゃになってしまうと雨降った時の毛羽立ちだったりとか結構すごくなってしまいますので、なるべくね、毛羽立ちが少ないようにまとめるのがポイントです。で、次にやっぱりこの辺の部分でペタッとしやすい方もいらっしゃると思うので、この部分を持って少しね、広げていきます。ここにちょっと丸みが出るぐらい引き出せば OK ですので、あんまりね、細かく出さなくて大丈夫です。少し丸みが出て頭の形が綺麗になれば OK です。次にヘアスプレーをつけていきます。そこまでハードタイプじゃなくてもいいと思うので、少し固まるぐらいのスプレーで OK かと思います。これを全体的につけます。毛羽立ちが結構出やすいところにつけて髪の毛を押さえていきます。で、この丸めたお団子のところも、短い髪の毛の方だと結構ね、細かいって出やすかったりするので、スプレーをつけてまとめるような感じにしていってください。最後にゴムを隠すように、こういったヘアフックでゴムの部分につけてバランスを整えたら完成です。はい、ということでね、こんな感じでご紹介させていただきました。雨の日はいかにシンプルにまとめ髪をするのかがポイントになります。いっぱいね、ねじったりとかね、三つ編みしたりとかする方法あるんですけれども、綺麗にまとめるだけで雨の日ってね、一日髪型がキープされやすいですので、ぜひシンプルに皆さん作ってみてください。今日も、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。